皆さんこんにちは、助産師のシオリーヌです。さて今私はですね、北海道の登別温泉におります。なんで一人で温泉にいるのかというと、実は今夏の帰省でつくしの実家がある北海道に来てるんですけれども、その帰省をしている間にちょっとね、一人でお泊まりでもしてリフレッシュをしてきたらいいんじゃないというふうに言っていただきまして、なんと産後初めての一人旅に来させていただいているわけでございます。ありがとうございます。もうちょっとなんか服もヨレヨレだし、すっぴんだし、完全にもうお家からパッと出てきたのバレバレって感じなんですけれども、簡単にね、腹ごしらえをしてから今日宿泊する宿に向かいたいなというふうに思っております。ちなみに今後ろに映ってるのはね、これ閻魔様なんだって。なんか登別温泉が地獄推しなんですか。チャンネル登録お願いします。遅めのお昼ご飯でこちらの温泉市場というところに入ってみようと思います。私の大好きな生牡蠣が食べられるといいなぁと思ってます。さてご飯も食べ終えて今日泊まる宿に到着しました。もうね、海鮮がめちゃめちゃ美味しかったです。食べたいなーって言っていた生牡蠣も無事に発見することができまして、最初3つ頼んだんですけど美味しすぎて2つおかわりしました。それ以外にもお刺身の盛り合わせとか、なんかちっちゃいウニの丼とかも食べたりして、なんかお昼ご飯食べてなかったんで、夜ご飯までの間ちょっとお腹が持つぐらい軽食を食べようという気持ちで行ったお店だったんですけど、なんかすごいちゃんとご飯を食べてしまって、私はこの後夜ご飯が食べられるのでしょうかと心配をしておりますけれども、まあ食べてしまったものはしょうがないということで、ちょっとこの後ね、温泉とかに入ってお腹を空かせていこうと思っているんですけれども、ちょっと一応なんとなく今日泊まるお部屋も皆さんにお見せしましょうかね。もうちょっと散らかしちゃってたあれですけども、本当にこういう感じの一般的なツインのお部屋に今日は宿泊いたします。あとはこんな感じでテレビとかデスクとかがあったり、ここはお茶セット、温泉まんじゅうが1個、そしてここに冷蔵庫がしまってあって、こちらのクローゼットは開けると電気がつく、じゃじゃーん、こんな感じでねなってますと。あとはこっちにユニットバスがあるよっていう感じですね。せーの、最高だ。ということでこの後はちょっとゴロゴロ休憩をして大浴場にお腹を空かせに行って夜ご飯を食べようということでございます。こんなありがたい一日をもらっちゃって幸せですね。ありがとうちびりみ、ありがとうつくしさん、ありがとう義実家の皆さん。さてお風呂から帰ってきまして、保湿中です。いや、なんかお腹を空かせようみたいな思いでお風呂に行ったんですけど、むしろ満腹感が増した気がする。なんかお腹いっぱいになってお風呂も入って、あー眠いみたいな感じになっちゃいました。大誤算です。なんかこうやってお部屋に氷水のポットが置いてあるのって、昔ながらの旅館感ありませんか？そんなことないのかな、わかる方いらっしゃいます？なんか自分が子供の時に家族旅行に行っていた旅館のお部屋に置いてあるこの氷水のポットがすっごいなんか好きだったんですよ、子供の時。なんかここに入ってる水が妙に美味しく感じて、子供の時このお水が大好きだったなって今急に思い出しましたね。あー冷たい、美味しい。
なんかここのホテルがサウナに気合を入れている大浴場みたいで、なんかわざわざその大浴場のところとかに整うサウナの入り方みたいな紙とかも貼ってあったりしてですね、なんかサウナ推しな感じでしたね。でもなんか最近サウナめっちゃ流行ってるというか、サウナ好きなんですよねっていう人すごい出会うんですけど、私正直そんなにサウナの良さ多分まだ分かってない人で、なんといってもね、水風呂が苦手なんですよ。水風呂辛くない？なんかサウナ好きな方に聞くとさ、もう水風呂こそがサウナなんだみたいな、サウナよりも水風呂がサウナみたいな、どういうことって思うんですけど、みたいなことをおっしゃったりするじゃないですか。だからね、水風呂に入れてこそサウナの真髄を楽しめるみたいなことなんだろうなって思ってるんですけど、私はどう頑張っても水風呂に入れなくて、でいつもサウナ入ってちょっと冷たいシャワーを浴びてボーっとするっていう感じの入り方しかできないんですよね。だからなんかみんなの言う整うっていうのは、私はねまだ実感できてないのかもしれません。で今が夕方の5時ぐらいなんですけど、お夕飯がね5時半から7時までの間にバイキングに行ってくださいっていう形式なんですって。いやあと1時間とかでお腹が空くとは思えないな。まあでももったいないのでバイキングには行きますけれども、ちょっとあと1時間ぐらいゴロゴロ休もうかなと思います。寝ちゃわないように気をつけます。さてちょっと休憩をしまして、ちょっとだけお腹が空いてきた気がします。そしてあの浴衣だとね、帯でお腹が締まってあんまり食べられなさそうだと思ったので、自分で持参した部屋着に着替えて万全の体制でバイキングに行ってこようと思います。晩ご飯を終えてお部屋に帰ってきて、ちょっとダラダラしております。今からねお茶でも飲みつつ温泉まんじゅうを食べようとしてますなんかおやつぐらいの時間にご飯をねしっかり食べてしまったせいで、夕飯のバイキングはさっきお見せした通り不完全燃焼というかたらふく食べたぜっていう感じにはちょっとできなかったんですけど、まあでもやっぱりさすが北海道のホテルだけあって、こう名物とかがすごくいっぱいあってね、魚介類とか、あと北海道産のお野菜とか、あとすごい美味しかったのが、あの有名な花畑牧場っていう生キャラメルが流行ったね多分同世代の方はわかると思うけど、花畑牧場のなんていうんだっけ、あ今ど忘れちゃった、ラクレットチーズ、こうなんかでっかいチーズの表面を溶かしたところを削いで食べるみたいなやつで、こうじゃがいもとブロッコリーとお肉の上にこうチーズをデローンってその場でかけてくれるやつがあって、それがすっごい美味しかったです。そういうラクレットチーズって私初めて食べたんですけど、まあ、本当にトロトロだし濃いしすっごい美味しかったですね。あと北海道産のメロンも置いてあって、それも美味しかった。いや本当はね腹ペコで臨むべきだったんですけど、どうしてもねその前のお腹が空いてる状態でのあの美味しそうな海鮮のお店は我慢ができなかったということで、まあその時はその時ですっごく幸せな気持ちだったので、まあよしとしましょう。明日の朝ごはんもバイキングなので、そこでねバイキング欲はリベンジをしていきたいなと思います。で今はこのめったにないたった一人でただダラダラしてていいという時間を満喫しております。もうすぐ夜の9時ぐらいです。いやーありがたいですね。うちはあのチューボアイという遠隔であの確認ができるベビーモニターを使っておりまして、それをこの帰省の時にも筑紫の実家にも持ってきてるんですけど、さっきそれをちらっと覗いてみたら筑紫さんが寝かしつけを頑張ってくれて、ちょうどちびりんのが寝たみたいなタイミングでしたね。あ
ありがとうございます。でも本当にこうやって自分が休むためだけの一人での外泊なんて、まあ、正直妊娠する前もそんなになかったですし、で産後も卒業してからは地方でのねお仕事、講演会のお仕事とかで一人で出張に行く機会っていうのは最近たまにあって、そういう時はそのお仕事の会場の近くのビジネスホテルとかに泊まることが多くてですね、なのでそういうこう一人で外で寝る時間みたいなのはそういう風に少し経験させてもらってたんだけれども、やっぱりそういうお仕事の時ってお仕事をしてる時間も長いし、あとやっぱりそういうこう移動時間とかホテルで過ごす時間とかで育児のタスクがない状態で仕事に集中できるタイミングっていうのが今すごく貴重なので、私今こういくつか書くお仕事もしていたりするんですよね。新聞で連載があったりだとか、今後ウェブで連載が決まってるエッセイがあったりとか、そういうこう原稿を書かなきゃいけないみたいなこととかがたくさんあるんですけど、そういうのを一人で移動してる時とかホテルに泊まってる時間とかにまとめてもここでやっちゃおうみたいにガッと終わらせることが多くってですね、そういうこう仕事のための出張とかっていうのはそんなに、まあ確かに一人で寝られるっていうことはすごく貴重だから、そういう意味では気分転換にもなったりするんですけど、リフレッシュをするぞーみたいな感じではなかったりするんですよね。で今回のこの一人旅はね、もうつくしさんもリフレッシュしてきてっていう風に言ってくれてたんで、もう私パソコン置いてきたんですよ。もう仕事しないぞっていう風に思ってきたので、本当にこんなのんびりゆっくりするためだけの一人旅なんて贅沢な時間なんでしょうと思っております。ありがたいことです。でなんで今回これを計画することになったかというと、少し前につくしさんがね一人旅をしてきたんですよ。そうやってこう私がね出張とかね一人で夜寝かせてもらうっていう経験をしてみた時に、これすごい気分転換になるなっていう風に思って、でつくしはそういう出張のお仕事とか全然ないんで、なんかあえてこう計画をしないとジビリーヌと離れて一人きりで好きなだけ寝るってなかなか時間作れないなって思って、それでつくしになんかどっかつくしも一人で外にお泊まりしに行く日とかを作ったらという風に言って、それで少し前につくしが自分のね好きな温泉宿を探して一人旅に行ってきたんですよ。でそれがすごくいい体験だったよっていうことを言ってたから、でつくしも今度しおりも行ってきたらいいんじゃないっていうふうに言ってくれたので、この帰省で北海道に来てるタイミングでおつくしだけじゃなくって義実家のね義母のルミさんとかもチビリーヌ見てるのを手を貸してくれたりするんで、そういうタイミングでじゃあ行ってこようかということで、今回はこういう一人旅に来させていただいたわけです。やっぱりこれはね、世の子育て頑張ってらっしゃる方はみんなそうだと思いますけど、子供と一緒に夜寝てるとさ、ちょっとしたことで目覚めません？私自身結構眠りが浅いタイプっていうのもあるんですけど、ちょっと子供が動いたりとか、ほんとこう寝言泣きみたいな感じで、本人は寝てるんだけど寝言みたいにこうイーンって一瞬だけ泣いて本人はまた寝るみたいな感じの時に、自分はもうなんか起きちゃって二度寝できないんだみたいになることとか結構あってですね、やっぱ子育てをしてると何も気にせずにぐっすり眠るというのは結構難しいことになるんだなっていうのは私も実感してるし、皆さんもねそう思われる方も多いんじゃないかなと思いますけど、やっぱりこうやんやっぱり睡眠不足の状態っていうのがずっと続くのって結構こたえてきますよね。もちろんそういう中で頑張ってらっしゃる親御さんが世の中にはすごく多いんだなっていうことを自分もその立場になって分かったんですけど、だからこそねちょっとこうたまに親ががっつり休めるタイミングみたいなのすごい大事だなって思いますね。でもやっぱりこう生後4ヶ月とか半年とかを過ぎるともう途端にさ、やっぱ産後ケアとかそういうのは対象外になってきますし、なるとなかなかね子供と離れて寝るってしかも夜にってすごい難しいことなんだな、この社会の中ではって自分が子育てをしてみて気づきましたね。なんかそういうサポートがいっぱい増えたらいいね。というところでおまんじゅうも食べ終わったし、今日のところはこの後ものんびりのんびりしてぐっすり眠っていきたいと思います。出張とかに行くとね、寝てていいのにもかかわらずいつもの習慣で5時とか6時とかに目が覚めてしまうことがすごく多いので、今日はゆっくり眠れますようにと祈りつつゆっくり休みたいと思います。おやすみなさい。
はようございます。朝の7時半です。あいにくの曇り空という感じですね。めちゃめちゃ山。昨日はね、久しぶりの一人寝ということで、よし寝てやるぜという感じで床に着いたんですけれども、夜中にちょっと北海道で地震がありまして、明け方ぐらいに、ね、ちょっと起きてしまって、なんで今日なんだという感じでしたね。まあでも地震が来た時にいつもチビリーヌが寝てる方をバッて確認して、あ、今日はいないんだったってなった自分がいて、わあめっちゃ親って思いました。なんか普段ね、自分がおお親だなみたいなタイミングってそんなになくて、なんかこう人からすごいこうなんとかちゃんママみたいに言われたりした時に、おお親って思ったりするんですけど、そう、地震が来た時にまずこのことが気になる自分に気がついた時に、親してんなって思いましたね。なので睡眠時間としては正直そんなに寝れなかったので、眠いぜという感じですけれども、まあでもね、ここからチェックアウトまでまだのんびりできるということで、この贅沢な朝の時間を満喫しようと思っております。ここからはね、ちょっと朝ごはんを食べに行って、そのままお風呂も入ってこようかなって思ってます。朝はね、もうバッチリお腹空いてるんで、バイキングを思う存分エンジョイしていきたいと思います。はい、これが第一陣です。これがね、のぼり別鶏めしで、ご飯の上に鶏肉とかいろんな具を乗せて鶏だしをかけて食べるっていうのがのぼり別の名物らしいです。その場で作ってくれたオムライスと、あとやっぱり海鮮が充実してましたね。ただまだパンとかデザートいけてないので、もう一回行かないとなって感じです。うん、やさしい。あとこのラーメンサラダも多分北海道だよね。うん、うまい。第2陣です。また牛乳と乳酸菌飲料発言と、あと私プリンが大好きなので、このちっちゃいプリン3つも取ってきちゃいました。あとは果物とヨーグルト。本当はパンも食べたかったんですけどね、お腹いっぱいになっちゃって諦めました。これを食べてお風呂に向かいます。はい、お風呂から戻って身支度もできましたので、家族の元に帰りたいと思います。とってもリフレッシュできた貴重な時間でした。今日からまた仕事に、お母さんに頑張っていきたいと思います。ありがとう、のぼり別温泉。バイバーイ。Yeah.